つけはこれまで行った今年の1月に愛媛でニューオープンしたお店をまとめてみたパート2。今治市大島瀬戸内ベーグル粉のはかけつみキャラメルナッツとほうじ茶あんバターはもうやみつき。新居浜市エビとマグロとろけるマグロとプリンプリンの赤エビめちゃうま。松山市銀天街カツが先かカレーが先か。カツサックサク。松山市花園町の中華料理店ゴーゴーチャイナ。その日の気分で4種類のラーメンが楽しめちゃう。天津も美味しい。ぜひ行ってみてね。